とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回、やっていきたいと思います。今シーズンはちょっと、長いんだけども、まあ、35分ぐらいではいけますよね。まあ、安定していけるので、とりあえず、1日5、6周、やってみましょう。いいの出てください。それでは1周目、全部ダメです。スポンジストライカーは本当にダメになったよね。これは使えない。で、プレートアーマーもユニークじゃないとまずダメでしょう。バーストクロスボウも同じくユニークじゃないとちょっと嫌だな。これ出るか ?2 周目いきます。2周目。まあ、ユニークではあるんだけども、使わないタイプかな、全部。重力パルスはね、防具にはあんまついてほしくない。ユニークじゃないからダメ。フロストアーマーも、性能がいまいちなんだよね、これ。あ、なるほど。無謀がつくとアウトです。次 !3 回目、ラギッドか。これはね、どうなんだろうね。結構問題のある装備だと思うんだけども。霊気いらないね。もともとクールダウンついてるからいいんだけども、その他の、機能がちょっと謎なんだよね。まあ、使わないとは思うけどね。次。あー、なるほど。輝きか。使えなくはないね。うん。使えなくはない。釣り竿連打すればいいんだよね。あ、下にはちょうど衝撃波もついてるので、使いやすくはあるな。衝撃波がついて、そうね。重力入れればいいか。真ん中に。悪くはない。けども、まあ、保留ってとこだな。スペルバウンドは弱いでしょう。いりません。ダイヤモンドのツルハシはちょっと、キープです。次はフロストスレイヤー久しぶりだ。下にはうん旋風が、あ、でも衝撃波がないか。どうだろう。どう、あ、当たり大当たり、大当たり、いいねいいねいいね。リフレッシュがついた。じゃあ下には虚無でしょ。でもこれには、そうね、重力も欲しいところなんだよな。でもあえて火力を単体にすることにしようか。重力なしで、虚無、追い打ちの、そうね、アンチャンティングぐらい入れるか。まあまあ、ほとんど作り変えなきゃいけないんだけども、OK、いいでしょう。うん。で、まあ他は、ノーマルなんで、いりませんね。OK、フロストスレイヤー。いいやつが出た。はい。では、前半これで最後にしましょう。今日はこれで休みます。フロストスレイヤーがね、出たからもう満足です。満足。でも、二つ、まあいいのが出てる。どうだ?あー、虚無1か。いや、虚無1でも、全然使えるのよね。うん、連続で攻撃するタイプは別に1でも構わないんだけども、もっといいのを持ってる。し、やっぱり3の方がかっこいいな。ゴーストキンドラー。まあ、これも理想的なやつをもうすでに持ってる。でも一応見てみましょう。ドラ。あー、ソウルフォーカスか。ゴーストキンドラーでのソウルビルド。ああ、いや、あんまりゴーストキンドラーでやるメリットはないか。敵を、そうね、抜ける必要もないしね、ソウルビルドは。吹っ飛ばすやつなんで。いや、合わない。いらないね。はい。まあまあ、とりあえず不吉な剣をもらっときましょう。では、明日も6周ぐらい頑張ります。はい。今日も頑張りましょう。魂のハンタークロスボウ。まあ、いいのを持ってるよね。
よね、あれは251じゃないもんな。うん、まあ一応見ましょう。ダメですね。バブルバースター263欲しいけども、まあネバネバを持ってるからまあいらないかなというところですけども、見た目はこっちも好き。下はバーストボーストリングとアーティファクトチャージがある。いや、つかないかもな。リフレッシュかもしんない。あー、浮遊射撃か。リフレッシュだったら嬉しいんだ。そうだ、浮遊射撃いりません。このハープーンは使わないかな。クリティカルいりません。次に行きましょう。いいよ、ユニークがいっぱい出てる。タイタンはいらないね。うん、タイタンはちょっと必要ありません。ストーブレどうだ。いや、使うのであれば全部火力がいいね。うん、アイテムボーナス入れるとちょっともっもったいないかな。もったいない。うん、263もね、総武で強いけども火力だよな。うん、重力の痛みダイナモんで、アーティファクトシナジーだろうね。あー、リフレッシュも欲しいな。うん、まあまあいりません。これは影フォーカス系がないから絶対そうでしょ。フォーカス系がつくでしょ。あ、違う、霊気か。いりません。次行ってみましょう。裏切りいりません。名もなきもね。カトラス系はパワーアップしたっていうんだけども、俺はあんまりパワーアップしてるようには感じないんだよな。まあ実際してるんだけどね。いらないな。うん、リフレッシュは3じゃないと無理です。問題はこっち、いてつく金属片。あ、いや、下がちょっといいな。下に重力と虚無がもうすでに入ってる。これは、あ、いや、でも輝きが入ってくれればいいな。輝きがくればどうだ。おお、2か。いや、断然3。うん、回復量結構違うのよね、2と3では。1よりはマシだけども、でもやっぱり3が欲しい。次です。はい、おお、来た。不気味なゴールディアン、いいよ。いい。まあまあ、横から見よう。うん。旧兵いりません。ショート棒もいらない。お、黄金が3がついてるね、いいよ。こっちの黄金は2か、マルチロール。マルチロールやめてくれ。でも下にマルチロールついてる。いやー、でもこれ怪しいなー。いやー、だってさ、フォーカス系が雷しかない。ソウルか火炎がつきそうな気がする。頼むよ。変更3か、珍しいね。変更3。ねえかな。まあ持ってて損はないんだけども、いや、それ以上にあるでしょうっていうところなんだよな。見た目がほんと好きだから欲しいんだけども、いや、変更3じゃないんだ。まあキープ。次いきます。どうだ。おっと、いいね。大釜。いいよ。いやー、欲しいのがね、2連続できた。ゴーディアン、そして大釜。いいね。トルバは炎の道、いません。雪はいらない。大釜頼むよ。下には欲しいエンチャがすでに2つついてるね。タンブルビーと、ポーションバリアがついてる。で、つきやすい火炎フォーカスはあるね。ソウルフォーカスもある。稲妻フォーカスと、あれだな。無謀がない。怪しいな。どうだ?クールダウンか、ヘルスシナジー。瞬速でもいいや。それで正解。どうだ?マルチロール!全然いらない。アウトですね。次いきます。どうだ?おお!
ラインナップ。誕生と終焉はね、もうすでに持ってる。うん。まあ、うん、名もなきものじゃない。心奪うものも理想的なやつ持ってる。震える弓はまだないかな。まあ一応見ましょう。誕生終焉、どうだ。リフレッシュじゃない。輝き1はダメ。ダメだよな。うん。心奪うもの。フリーチダメ。あー、11と来てるからあんまりダメだな。うん。爆発に、よろしくないです。物は良かったんだけどね。はい、もう少し、頑張ろう。次、呪いの斧ぐらいかな。いいのは。他は、まあ、いらないでしょう。リフレッシュがある、クリティカルはある、追い打ちもある。いや、これは、ちょっといいのが下につきすぎてるぞ。虚無だったらいい。うん。いや、でも虚無はつかんだろうな。どう？おお、ついた！でも、2か。2か。確か、俺の呪いの斧も、虚無2だったような気がするな。3だよ、3。欲しいのは。やっぱりね、3だわ。うん。まあ、一応キープしておきましょう。それでは、これがもう、ラストにします。今日ちょっと7回目いっちゃったな。ピグリンの誇り。うん、タワーで使ってるから意外と1個欲しいかな。重力じゃない。重力じゃないんだ。ベノムグレイブ。こっちにも重力かな。ベノムグレイブだったら重力あり。輝き3か。どうなんだろうね。でもリフレッシュ入れるよりも輝きの方が向いてるのかな。ベノムグレイブはわかんない。まあいらないな。いか。お、下は俺が欲しいやつはヘルスシナジーぐらいか。でも火炎フォーカスと防護がない。怪しいぞ。なんだ。あー、叫びか。ダメです。叫びもね、つきやすい。パワフルスキルがつきやすいんだな。はい。ということで、2日続けて、合計13周ぐらいかな、やりました。まあ、2ついいのは、出たと思います。はい。では、もう少し周回してみるかな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。